おはようございます森口でございます今日もよろしくお願いいたします今日は2月の9日木曜日ですお題がこちらナス s d a q 旧きっかけはチャット GPT への脅威からということで話をしていきたいなというふうに思っております今日ですねちょっと時間早いんですけどもね3時45分時点でナス s d a 結構下がっていたんですよねこれなんでかなっていうふうにいろいろ原因を探っていくと余裕、まあ、はいろいろあるんですがチャット GPT 関係してるなと でこれ日本のテーマでもかなり急上昇してますから結構注目だなというふうに思いまして今回調べてみたよという内容になっておりますまた指数もね非常にこう注目の動きをしてるかなというふうに思いますのでぜひ最後までお付き合いいただければなというふうに思っておりますよろしくお願いしますということでこのチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析を必ず毎朝指目標で更新していきますなるべく耳だけで聞いてもなるべく分かりやすい言葉を使って解説をしていきますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますでは早速昨日の振り返りからいきましょう 高安まちまちの展開日経平均株,株価が下がった要因としましてはソフトバンクグループの影響とっても大きいです。これ決算後の動きですね。ただ、まあ、冷静に考えれば10、12月期の決算というのは悪かった、納得なんですけども1、3月期というのは ハイテク株上がってるので、おそらくこのままいけばですけどもね、3月まで安定的に動けばの話ですけども、まあ、業績は少し回復傾向にあるんじゃないかなというふうに思います。心配なのは、任天堂とかですかね、企業はそこまで大きくはないんですけども、7.52%、下方修正減廃ということですから、なかなか見ないものなんですけども、チャートも崩れてますので、そこは注意をして見ていきましょう。アメリカ見ていきます、こちら3時45分時点です。ナスタック中心に下げていて、ニューヨークダウ0.33%、ナスタック1.55%、S&P 0.96%の下落ということになっています。欧州株は高安まちまちです。ヒートマップ見ていきましょう。こちらでコミュニケーションが大きく下げていることがよくわかります。ニューヨークではそんなに目立つものはないんですが、ナスダ100見るとアルファベットが下げてるんですね。この要因のちょうど探っていきたいと思います。日経先物200円を超えるマイナスです。ドル円がが13 131円の28銭といった感じ。原油は78.34。ピックス19.92。ちょっと上がりましたね。長期金利が3.653。ラッセル1.41%の下落。 ソックス1.65%の下落で日経先物も,も200円を超える下落となっております暗号資産に関しましても今日はネガティブに動いているという感じでしょうかでは見ていきましょうナスタックが急落している理由はチャット GPT が影響しているということで確認をしていきたいと思うんですがまずはアメリカ時間が始まった後の日経新聞ですダウ反落で始まったよということですねただ FRB 交換の発言を見極めたいという内容でございます先日のパウエル議長の発言が 警戒されたほど高寄りじゃなかかったたたこことととら買われたよということですね。ただ、今日もこの発言機会が相次ぐよということでしたパウエル議長の発言内容ですけどもディスインフレーションのプロセスが始まったっていう安心感とともに1月の雇用統計予想外に強かったので高い政策金利を維持しなきゃねというそういう高はよりな意見も目立ったということですね。 でここには、ウォラー理事っていうふうに書いてあるんですけども、ちょっといろいろ調べてみるとですね、僕が調べられたのはこの2つでした。1つがウィリアムズニューヨーク連銀総裁の意見ですね。先日の25ベーススポイントの利上げは正しい幅であるようだが、金融引き締め域を数年維持する必要があるという感じですね。ここが金利上昇につながっているという感じでございましたまた。 クック FRB 理事の発言も確認取れました。さらなる利上げが必要とか、インフレ抑制に向けとか、利上げはまだ終わってないとか、景気抑制的な水準を維持する必要があるということですから、まあ、どれも共通してですね、高い政策金利をもっと続ける必要があるよねっていう、そういう意見を述べているということですね。まあ、こういったところから金利上昇株安みたいな流れは起こりやすかったかな、この辺の時間帯ですかね。とは思いますけども、それがめちゃくちゃ影響したかっていうと、そうでもないなというふうに思います。それよりもやっぱり、今日に関しましては、 アルファベットの急落結構大きかったなというふうに思いますね。これカーソル合わせると時価総額率とか影響度測れるんですけども、アルファベットってクラス A と C で分かれてるんですよね。で、時価総額率で見るとそれぞれ7.77%、なので15%を超えるわけなんですが、 アップルの時価総額率って14.58%ですので、まあ、これシンプルに考えれば NASAK100 の影響度ってアルファベットの方が大きいよねっていう計算にはなるのかなというふうに感じました。やっぱちょっと無視できないなということで、後ほどアルファベットの冷やしチャートも確認しておきましょう。で、なんで下がっちゃったのっていうふうに考えると、このニュースがヒットしました。 アルファベット株急落 AI チャットボットが不正確な回答と複数報道ということですね新たにローンチしたバードというチャットボットが不正確な内容の回答を生成したっていうふうに報道されたことが急落につながっているようです えそれだけって最初思ったんですけどもよくよく見てみるとこれはチャット GPT に対抗したものだということで結構肝入りなんじゃないかなというふうには思いました他のニュース株ぶのニュースで見てみるとグーグルはやはりこのチャット GPT がグーグルの検索事業に打撃になるとの懸念に直面するみたいなそういう記事があったんですよね でマイクロソフトもですねこのチャット GPT を搭載したチャットボットを立ち上げたみたいなね100億ドル投資したみたいなそんな流れがありますのでここに Google も載っていこうということですしこれでバードが検索結果の点で優れていないと 逆,に逆風になっちゃうよねなんていう指摘も聞かれるからこんな風に乗り出したわけなんですけども実際にはそこで不正確な回答が出てきてしまったということだったのでそれはやっぱり急落になっちゃうよねっていう感じなのかなと思います結構影響度大きいですよねちなみにチャット GPT 使ってみました。こんな感じですね。今日何でナスなッく下がってるのっていうふうに聞いたらですね、私には分かりませんっていうふうに言われましたね。で、上がる株ってどんな株っていうね、ま抽象的な質問をしてみましたら、結構真っ当な意見が <laughs> 返ってきましたね。多くの場合、企業の経済状況の改善、収益の伸び、株式需給の増加などによって引き起こされますということですね。でも保証ができないので、ちゃんと専門家の意見を確認してくださいねっていうことをね、えー、ちゃんと指摘されましたので、まあ、安易に上がる株ってどんな株って聞いても答えは出てこないんだってことが AI からもよく分かったと。 いいう感じでございますただ、ここで感じていただきたいのは、こういう今流れがあって、マイクロソフトもここに投資をしていて、で、Google。 もうここにしっかりと投資をしていかなきゃいけない流れの中で一歩だけつまずいてしまったそこによって急落が起こったということですよね、えー、アルファベットのチヒアシチャート見ておくと決算後にですね上昇して要線続いてこの過去トレンドラインを超えてる時間帯も長かったのでこれは強いぞというふうに感じてえそこを出したかなというふうに期待してたんですけども今回の急落でこの過去トレンドラインの中にまた下に潜ってきてしまったという形になりますので引き続き警戒が必要かなと思いますもし仮に雲を割れる基準線を割れる安値を割れる まあそういった可能性が出てくるならば警戒をより高めなければいけないかなといった形でございますがまだ崩れてはいないのでもう少し冷静に見ていきましょうそして国内見ていくとこの人気テーマベスト30の中にチャットボットが5位に入ってるんですね、まあ、それぐらいホットなテーマだってことは押さえておいてもいいのかなというふうに感じました僕が持っている株の中でもポートという株がありますけどもポートが対話型 AI チャットボットチャット GPT を活用したインサイドセールス自動化への検証開始ということですねこれオープン AI なので誰で誰も使えるわけ 僕もこんな感じで使えたということなんですけども、こういったものを使って実際にこれをなんとか使えるもんかなというところで検証してるよということですね。こういう取り組みってすごくいいかなというふうに思うんですよね。また、オープン a i によってこれがどん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 進化していくと思うんですね。この流れにきちっと僕らも乗っていく必要があるし、この流れに乗っていこうという企業の流れに乗っていくっていうのもね、一つメリットかなのかなというふうに思いまして、実際に投資テーマに上がってきてますから、皆さんもぜひ調べてみていただきたいなというふうに思いました。ということで、今日の動画のまとめです。メーカー部が反落。 要人発言で利上げ長期化示唆ということですねまあ一貫しているのはやっぱりもう少し高い金利水準続けなきゃいけないよねっていうところですからそこは注意して見ていきましょうというところですで金利上昇株安というふうになってますがそれがそんなに大きいというふうには感じませんでしたどちらかというとアルファベットの急落の方が今日は大きいかなと思いますチャット GPT に対抗したチャットボットで不正確な回答が出てしまったっていうことを報道されたことが影響してますねナスタック家への影響力はアップル以上ですので一応注目しておきましょう チャット GPT は Google の脅威になるかどうかこれはもう少し検証が必要かなというふうに思いますしあとはアルファベット自体のチャートも崩れたわけではないということですしナスダック100のチャートもですね別に崩れたわけではないとは思うんですけどもそれが続く可能性というのは当然ありますから注意をして見ていきましょうであとは日本でも注目テーマにランクインしているということですから今日はポートの例を挙げましたけどもぜひ皆さんもですねこのチャット系のチャットボット系の注目テーマ ぜひ確認してみていただきたいなというふうに思います。それでは指数の売買戦略見ていきましょう。はい、まずは日経金株価です。日経金株価なんですが、昨日陰線をつけたんですが、下ひげが長かったんですね、被験にかけてぐっと戻したところは安心感を誘ったんですけども、ただ今日も先物そらく下落している、終わりにしっかり確認してみていたいところですけども、下落して転換線を割れてくると思いますので、 雲がサポートになるかどうかっていうところとか、RSI が50を割らないかどうかっていうところを確認していきたいなというふうに思っています。トピックス見ていきましょう。こちらも陰線続きなんですよね。で、今日もし下落するんであれば、転換線を割れるか割れないか、この上昇トレンドラインを割れるか割れないか、この辺確認していきたいところですね。まずは昨日強かったんですよね。要線をつけて。 終わりにベースで直近高値を超えてきたというところですから上昇トレンドは確認取れているという形です。他の指数ともまた違う動きをしますからね、どんな感じで動くのか、ひとまずは冷静に見ていきたいところですね。 ニューヨークダウンに関しましては陰線をつけていて、で今日は今日、引けにかけても下げてる感じがしますね。まだ引けてないので、引けまでしっかりと見ていきたいというふうに思うんですけども、まあ、レンジの中の動きかなというふうには感じております。サンドピー500も陰線ですね。ちょっと大きめな下落になってきた感じがしますので、転換線割れないかどうかというところと、あともう本当、ここ数日間の安値を割れてくると、やはりここからの下落が続いている感じになりますからね、ここは注意をしてみておきましょう。ナスダック100もそうですね、陰線が続いていて転換線割れっていうのは、この昨日、一昨日の この安値を割れてくると、結局ここからの流れが、調整の流れがまだ続いているという形になりますし、RSI75 位からの70割の売りサインが継続中という形になりますから、調整どこまでっていうのを探っていく必要があるかなというふうに思いますね。それが えー、ラッセル2000でも全く同じですよね。終値ベースだともう安値更新してますから、やはりこの調整の流れが続いている、調整の具合によってはですね、RSI50 を割れるみたいな感じになると、だいぶ長引きそうな感じがしてきますから、そこは注意をしてみていきましょうという形です。はい。ということで、今日はチャット g p t についてね、話をしていきました。結構大きな動きになりましたね。 一応内容を振り返っておきたいと思うんですが、まず日経新聞からダウン反落の理由としまして、FRB 効果の発言を見極めたいという内容でしたね。僕が確認取れたのは2人、ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁と、あとはクック FRB 理事、パウエルさんと同様で、高い金利水準というのを少し長期化させないとダメだよね、そんな意見だったので、金利が上昇して株が下がるという感じでした。ただこの影響度以上に、アルファベットの下落が目立つという形でした。 なんで,で下がってるのかっていうのを調べてみると、このバードというチャットボットで、 不正確な内容の回答を生成したということですね。で、これはチャット GPT に対抗されたものだよという形です。ここに脅威を感じているし、マイクロソフトは投資をしているし、ここを超えないといずれ影響が出てくるんじゃないか。でその懸念を補えなかったし、不正確な内容が出てしまったので、アルファベットが急落しているという形です。影響度は実はアップル以上に大きいので、このチャートは確認をしておきましょうということでした。また日本でも このチャットボットが投資テーマとしてすごく急上昇しているということで、一つ例としてポートの例を挙げましたけども、こういう銘柄これからどんどん出てくると思いますので、注目をしておきましょうという内容でございました。では今日もお知らせておりさせてください。個別銘柄をと男とも分析するマガジンですけども、毎週金曜日更新で分析記事をアップしていきます。最新記事はプラスアルファコンサルティングっていう会社を分析したんですが、今週はですね、 完全営業所得のイノベーター、ベースフードを分析していきたいなというふうに思っております。まだ赤字の企業なので、投資をいつするかというのは非常に悩ましいところではあるんですが、成長力は本当見逃せないものがあるなというふうに思うのと、あと商品に関しましても僕はすごくいいなというふうに感じているので、訂正分析もしてますからね、その辺を取り上げていきたいなというふうに思っております。また同じプラットフォーム内でメンバーシップをやっております。メンバーシップに関しましてもですね、月額900円。機能は全く同じなんですが、料金若干下がります。どちらかを選択していただければ大丈夫ですので、よろしくお願いします。 ということで今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをまた明日以降もこのような形でテクニカル分析、朝7時目標で更新していきますので、明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録お待ちしております。ではまた明日、テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。